どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。またですね、育成環境を、見せたいと思います。いわゆる、奴隷晒しじゃないですね。デッキ晒しですかね。していきたいと思います。前回はですね、レベル80がですね、8体だったんですけども、倍に、2ヶ月で倍に増えました。で、キャラクターも、ここで止まってたんですが、19体ですね、増えてます。まあ、限定が取れたのと、まあ、配布キャラがですね、たくさん入ってきたっていうのが大きいかなと思います。まあ、限定はね、すべて取り切れてるので、それのおかげなのかなとか思いますね。あと、環境的には、まあ、雷属性がね、だいぶ、強くなってきたかなというところですね。まあ、AT ニャっぽいネロですね。が来て、あとは、ようやくね、水属性も、まあ、武道会とかで、出しているんですけども、ちょっとずつ育ってきてるっていう感じですかね。あとはね、風属性と、闇もね、意外に育ってないんで、闇も育てていきたいところですけどね。まあ、ケンパで、火とね、闇はカバーできるので、なんとかなるかなっていう感じですね。光ももうちょっとですかね。カンストはね、グレーテルだけなんで、あとはね、まあ、ボツボツと言ったところですね。まあ、全体的にレベル、キャラクターが増えている分、金ピがね、ばらけていってるので、なんとも使いどころがないかなっていう感じですね。あとね、まあ宣言通り、まあ、泣きをね、前回、入れちゃったんですけど、課金はあまりしないと思うので、これからどういうふうに、いかないのか、育っていくのかっていうのがね、ちょっと見どころではあります。ただね、カンストは、倍増えてるんで、状況的にはいいのかなっていうかところですね。そしてですね、先進の方は、各族7体ね、カンストが出てますし、各属性ね、きちんと、先進がカンストできているので、これはまあいいんじゃなかろうかと思います。前回ね、3体だけだったんですけど、7体にね、増えましたしね、これはいい傾向だと思います。で、2ページ目にも入ってなかったんで、2ページ目に行けたのも、これもいいかなっていうところですかね。まあ、とにかく、重要とされる先進は上げてるつもりなので、フレンド3人もね、ご迷惑を。ようやくかけなくて済むかなといったところですね。まあこれも上げた方がいいよっていうのがあればね、書き込みとかしてもらえれば、教えていただければね、嬉しいかなと思います。まあ先進に関しては言うことなしですね。キャラクターも徐々に増えてますし、あと武器なんですけども、武器3ページで終わってたんですけども、結構ね、自分なりに頑張って、外伝武器とかね、やってたりしますので、だいぶ増えてきたっていうところですね。そうですね。あとは、こうですね。混沌テラス地図ですね。これを2つ手に入れて、終わりなき英雄の歌ですね。これをしっかりと2個ね、2個ずつしっかりと、
手に入れました。またね、他にも手に入れなきゃいけないのもあったりするんですけどもね、まあ、これもちょっとずつ頑張っていこうと思っております。武器自体も増えてきて、この間武器ガチャもねやったんですけど、なかなかこういったところでしか手に入らなかったりするので、まあ、今度のねアニバーサリーでどれだけ取れるかなっていうところですね。まあ、武器に関しては外伝武器を頑張って取っていったところで、重要な武器っていうのがやっぱりガチャでしかね手に入らないので、ここら辺でね、上級者と中級者の、線引きというか、というのが現れますね。やっぱり外伝武器以外、外伝武器だけでねどうにかなればね、上級者の仲間にすればなんとかねこのみなしごを取ったりとかしてですね、やったーっていうところがあるんですけど、キャラクターを取れたとしても武器も取っていかなきゃ、ガチャで取っていかなきゃいけないっていうのは結構厳しいですよね。それで上級者のようやく仲間入りっていうのはちょっと段階がね踏みすぎてるので難しいですよね。なんとなく、ちょっとそこで嫌気がさしてる部分もなくはないかなっていうのはあります、正直なところですね。まあ、キャラクターゲームとしてやっていくんだったら今の状態でもまあいいかなとは思うんですけど、結局ギルドがあるのでギルドに迷惑をかけるっていう意味合いも出てくるんですよね。自分が頑張らなきゃいけないっていう風な、なんとなく、そんな感じ、ね、感じを持ったりとかするので、まあ、武器に頼らなくてもいいような、調整をしてもらえればなと思います。本当にそうですね。ギルドに在籍している以上はやっぱりね高ダメージを出して貢献していきたいっていうのがありますので、いつまでもねまあ報酬目当てでいるっていうのもできないですからね。まあ、まったりギルドなんで、そこら辺はあんまり気にするなよって言ってもらえるとは思うんですけどね。まあでも、武器っていうので、上位を狙えなかったりするのが嫌だなっていうのがありますね。まあでも、私も課金はしなくなっていくので、中級プレイヤーのまんまかなと。いった状況です。まあいつまで今のね、ところに置いてもらえるのかわからない状況ですけども、まあ頑張っていこうと思います。プレイヤーとしてはね、まあ運営さんがね辞めない限りはそれなりに頑張っていこうかなと思います。まあこんな感じでねキャラクターもレベルも今のところは増えていて。てるので育成自体はそこまで悪くない感じになってますので、まあまあいいのかなとか思いますけども、もうちょっとねやっぱり育成環境を軽くしてもらえればなと思います。今回のスゴロクでね課金した人はすごく美味しい思いをしているとは思うんですけどね、やっぱり無課金でも多少遊べるぐらいにしてもらわないとユーザーが離れていくと思うんですね。課金しようと思う人が絶対数が少なくなれば持ちようがなくなってくるので長続きはしなくなってくるので、そこら辺はね上様分かっているとは思うんですけど、あえてねそういうことも言ってみたいなと思いました。はい、まあね簡単ですけどもこれで終わろうと思います。育成的にはそこまで、悪くはなってない状況です。もうちょっとね、外伝武器も頑張って、やっていこうと思います。ではですね、これで動画を終わりたいと思います。
ます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。やっぱり育成状況となってくるとね、愚痴っぽくなっちゃうんでどうしようもないんですけどもね、ありがとうございました。ではですね、またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバ隊。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバ隊。